電池岡山大学2021年の問題を説明します。銀と亜鉛の両方を利用したものに酸化銀電池がある。酸化銀電池は大型電池として精密機器などに利用されている。この電池は次の反応が起こる。 ZN は ZNO、 酸化銀 AG2O は AG になると。で BC に入る数字、 AB に入る化学式をそれぞれ記録するということですよね。これね、ZN、これ酸化数が0からプラス2やから、こっち側の酸化反応が起きますよね。だからこれ、副極やね。副極では酸化反応。まあ、こっちは正極だな。正極。酸化銀は正極。で、こう、O が2つで H が2つやから、この2倍の上にマイナスやな。で電荷バランスはこっちマイナス2でこっちマイナス2やな。だから B は2やな。次、正極の方は、これは半減反応で AG やから、ここは、O と O で2倍の OH マイナスやな。でここは C は電子2個で出てきますね。だから AB、BC は2で A と D は2倍の OH マイナスというなります。この電池4アンペアの電流で放電する銀が 216mg 消費されかかった時間は何秒か。これ 216mg をこれ108で割りましょうか。これは 2.0×10 のマイナス3乗無理やな。銀はこんだけできました。で銀とね、 できた銀と流れた電子は同じやな。2と2やから同じです。同じということは、こんだけ電子流れたということなんで、4A で、で、まあ、T 量、これはコールだな。これを96,500で割ると、これが流れた電子のモル。それが 2×10 のマイナス3乗モルやったということなんで、T ね、これ計算すると、T は、48秒ですね。48、これエステなセカンドです。はい、以上です。